せーの、ただろきチャンネルこんにちは、メンヘラ整形アイドルただろきちゃんですよろしくお願いしますメンヘラ、こちらについてよくご意見をいただくことがありますどこがメンヘラなんですかファッションメンヘラでしょメンヘラって軽々しく口に出さないでまあ、皆さんがおっしゃっているのはおそらく私が本当に精神疾患を持っているか否かということではなくて インターネットという場においてメンヘラを自称することがいかがなものかっていうご意見だと思いますまあ、私がどうしてメンヘラを名乗っているかその理由を今日はお話しさせていただきたいと思っております結論から申し上げますと私にとってメンヘラっていう言葉は家族の絆そして救いの言葉です私が初めて自分が精神疾患であることを自覚したのは中学生の時です まあ例のごとく中学生の時私はいじめられていましたその時の私はいきなり泣き出したりだとか感んを起こしたりあとは朝が本当に来るのが怖くて学校に行きたくなくて手首をねかきむしったりとかしていましたで私はいじめられていても学校には行っていたんですがある時本当に嫌で学校を休みましたそれで学校に、 行かなくてててていいいんだって思っ思ヘラヘラテレビを見ている私を見た両親が切れれて学校に連れて行きました無理やりこの時両親は私がいじめを受けていることを知っていましたがほぼほぼ家で話をする機会がありませんでしたというのもうちは両親が共働きでとっても忙しいお仕事をしていて母親は夜勤で家を空けることも多かったのでもうご飯を一緒に食べる時間も なかったと思いまます記憶にはありません、まあ、私は無理やり学校に行かされたあの日私のいじめのことを知っていながら私にとって学校っていう場所がいかに地獄に近い場所であるかっていうことを両親は理解していないんだっていう絶望とまあそりゃそうだよなご飯も一緒に食べていなくて話す機会もないのに分かるはずないよなっていう。 諦めの気持ち両方感じましたそこからより一層私の精神は不安定になっていきますある時また学校を休みましたその日は母親も偶然仕事でお休みで、まあ、いい機会だから話そうっていうことでいじめのことをね聞いてくれたんですが私はねなんだか頭がすごいボーっとしてテレビをもう呆然と見ているだけなんか何を聞かれても。 現実味がなくて答えられなかったっていうのを覚えていますそしたら母親が外出しようって言って私を車に乗せましたそして出発する前母親が父親にうつ病っぽいから診療内科に連れて行こうと思うと電話したのを聞きましたその時ぼーっとしていた意識がはっきりしましたうつ病っていう言葉を聞いてああこの 違和感の正体は病気だだっっったんてていう,ふうに思って自分を納得させることができました感情がセーブできないことだとか涙が止まらなくなってしまうこと人とうまく話せないこと社会に馴染めないことこれら全て病気のせいで自分のせいじゃなかったんだ自分がおかしいわけじゃなかったんだっていうことを思って。行きどころのない不安 っていうのが少し解消されたような気持ちになりましたで、さらにその後診療内科に行って診断を受けて薬をもらって帰ってきたその帰り道母親が運転をしながら私に向かってあんたは私の娘だから精神病でも仕方ないんだよって言いましたおそらくあの言葉っていうのは母親の 精一杯のフォローだっっったんじゃなないいいかなっててう,うに思っています母親も精神疾患を抱えて働く一人でしたその時両親からの愛情に飢えていた私にとってその言葉はすごく嬉しかったです親子っていう確信を持てたことっていうのがとても嬉しかったです普段感じていた寂しい思いっていうのを、まあ、親子揃って同じ病気であるということで 私は埋めようとしましまたすごいおかしな話なんですけど私はその時精神疾患であると自分で認めてあげることで安心感が得られましたそれによって救われた部分たくさんありますやっぱりメンヘラっていうのはすごくマイナスなイメージを持つ言葉だし精神疾患で苦しんでいる人がいるっていうのも分かっておりますインターネットでで使うべきでは 確かかになないいのかもしれないけど私はこの思い出があってなんだか今でもこの言葉に救われるっていう部分があります、まあ、YouTube を始めてなおさら思うんですけどインターネットってすごい怖い怖世界ですでもこの言葉を掲げていることで少し強くなれるかもって思って自己暗示みたいなものです、まあ、自己紹介で「メンヘラって言わなくなった時が強くなった時かなって思います。 ちなみに私両親とは今めちゃくちゃ仲いいです私が家を出たらなんか友達みたいな感じになりました、まあ、今だったら両親が何で忙しかったか私のために働いてくれていたからっていうのも十分に分かっております今度実家帰りますまあおそらくこの思い出話をして両親のせいにするなって思う人もいると思うんですけどその時は弱かったから 両親にすごい救いを求めていたけど、もう今思うとね、もう本当にちっぽけな話。まあでもその思い出があって、今辛いことがあってもその時のことを思い出して頑張れるからっていうことで、メンヘラっていうワードを使わせていただいております。結構この質問が初期の時から多くて、それについて動画出してほしいって言ってくださる方もいたので今日出させていただきました。まあきっと納得いかないっていう方もいらっしゃるとは思います。ご理解くださいとは言いません。 動画今日もご覧いただいて本当にありがとうございましたではまた明日以降の動画でお会いしましょうまたね